ドミさん、こんにちは。これね、本当はね、火曜日に、まあ、正式に言うと昨日、火曜日の夜気づいて、まあ、昨日撮ろうかなと思ってたんですけど、昨日俺がね、大井競馬にちょっと行ってたんでね、まあ、ちょっと動画撮れなかったんで、ちょっとね、遅れながら今日になっております。マイクロ S から、まあ、一応ね、9月予定ってことは出てますけど、これに関しては、まあ、どうしようもないでございます。はい。で、一応ね、ホビーランド墓地の秋葉原、まあ、随分前にハガキが来てたんでね、お知らせしてると思いますんで、これに関してはちょっと省きます。コメントがあればね、また動画で告知します。とりあえず今回はね、阪急が4本と、日比谷線、思ったより早いっすね。まあ、東武の2万50型が出てたんで、もしかしたら日比谷線5度は出るだろうなと思ったら、まさかの VVV の一般車まで出ちゃったんで、ちょっとやば、しかも金額がやばいっすよね、これ、パッと見。まあ、とりあえず行きましょう。まず A の1994-1995、阪急電鉄2800系の零階三扉、基本4両、増結4両。そして A の5073、日比谷線、まあ、VVVF の一般三飛び車。で、5074が、両サイドね、まあ、先頭から、まあ、2両目までがね、各4両、まあ、両方ともね、5扉になってる5扉の8両セット。そして A の8485が2300系の冷房新車門の分割編成の4両基本と、86が3両増結と。まあ、一応ね、詳しい概要こっちに出てるんでね、ポスターもその後でお知らせします。阪急2800系、昭和39年に製造された特急電車と。39年ってことは今から54年前か。わ、すごい。わ、すごい。ちなみに、最盛期は8両で上田から河原町かな。平成7年に引退と。つまり今から21年前か。そして今回再現するのが、2810編成なのかな。8両編成時代2810編成。空気盤を履いた編成ですね。中間車2台を除くと。2800系中で最も遅い昭和53年9月まで2扉特許し閉鎖されましたと。まあどうでもいいや。そして、まあいいや。2894と2844のみ金属バネ。これはちょっとね、あとであの PDF 情報出しますんで、ね、お待ちください。そして日比谷線、こちらでございます。ただちょっと金額が本当にやばいんですよね。浅草線ですら3万だったんで、まだ買おうと思えたら買えた金額なんですよ。正直に言うと。ただ4万はこれね、やばいっすよ。マジで。ちょっとね、大丈夫かな、マイクレスって思いたくなりますからね。一応ね、こちら。まあ一応、制御装置が VV するった、グループ。で、俺が持ってるのがこれ、旧製品なんで、ちょうどね、それの型番、後続みたいです。で、一応ね、編成としてはまあ前回品の、まあ次の車番で。で、一応ね、これ今回はなんか転落防止用の前車の、中間部分につけてるんで、まあちょっとそこがね、なるぐらいで、まあボディに関してはね、転落防止用路を取り付けるくらいで基本的にはね、変わらないと思います。で、一応床下もね、5扉と一般車で、まあ、共通になると思いますんでね。まあ、で、車輪に関してはね、波打ち輪ではないってことなんで、まあ多分足回りっていうか台車に関してはね、従来の旧製品と変わらずだと思います。はい。で、一応ね、これも後で、ご案内します。そして阪急マルーンの2300系新車も、こちら昭和35年なんで、今から1960年、58年前か。で、ちなみに最後に走ったのが、平成27年か。へぇー。3年前か。製品の、今回の2325編成は、3月まで京都線の普通準急急行指定されるんですよと。で、編成中ほどの2325車、元先頭車で、先頭部分がごっそり撤去されたと、機器が。へぇー。で、最面に先頭車独特の3面折り状態を残しますと。またその2315車、方向幕設置前の前面を最後まで維持していましたと。まあ、取れた後に見てみましょうかね。まあ、とりあえず見てみましょうかね。一応、マイクレスのホームページに、ね、こちらになります。では、ちょっとポスターの方からまず行きましょうかね。まずじゃあ、VVV から行きましょうかね。5073、日比谷線の、まあ、主力電車と。で、車番としてはね、なんだっけ、前回品の、まあ、次の車番になります。で、まあ、今回なんかね、前面のカップラー周りなんか部品追加するみたいですね。で、まあ、その他、まあ、これは多分従来品とね、あんまり変わらないと思います。まあ、ただ床下機器がね、変わるぐらいでしょう。で、日比谷線の、まあ、5扉車。買うなら5扉車になるんですよね、これ、個人的には。一応、全車両の、中間側に、まあ、転落防止ホールを取り付け済みにすると。で、5ドア車のボディ及び座席を新規製作。なんでね、まあ多分、
まあ、中間に関してのね、ここのモーター車からパンタ車までの4台に関しては、まあ多分従来品通りになると思うんですけど、ただこれ先頭車のね、両サイド、まあここがね、新しく製造になると思うんで、まあちょっとこの辺がね、どう製造されるかはまあ気になるところでございます。一応今回付属品はね、確かそれぞれステッカーのみだったはずなんで、一応後で確認しようかね。そして阪急丸の 2300系 新車も、分割編成と、まあ、基本4両、増結3両と。まあ、わざわざ7両セットで出さなかった理由は、まあ、おそらくこの4両だけでも遊べるようにしたいのかなと思うんですよね。だからわざわざまあこんな感じだと思うんですけど、まあ、俺はでもそれでも7両セットでも扱い的にはいいと思うんですけどね。まあ、ただその分金額は高いんで、売れるか売れないかっつったら、まあ、微妙なボーダーラインになると思うんですけど。まあ、ただ、阪急は俺あんまり詳しくないんでね。ちょっとすいません。そして特急車両の2800円の冷房改造車と。こっちに関しては、まあ、空気バネ台車を置いて3扉改造を再現。そして8両のドアカット表記、なんかステッカーにて再現みたいですね。そして車門に関しては旧車門か。なるほど。で、こっちはあれか、末期っていう表現にいるのかな。どうなんだろう。まあ、わからん。とりあえずね、詳しい情報を見ていきたいと思います。まずじゃあ、メトロから行きましょうかね。まず日比谷線。まあね、ほんと値段が高いんですよね。一応ちょっと旧製品の方が、俺まあ、今でも旧製品も高いんですよね。プレミア価格ついて。まあ、だいたい中古でも、まあ、ヤフオクとかでも2万円前後だと思うんで、最安値でも。ちょっと、調べてみましょうかね。旧製品の値段を。確かそれでも1万6千円とか多分そんぐらいだったと思うんですよね。あの当時の定価なんで。ちょっとお近くさんにも調べております。マイクロエース。A の5072。確か5072なんですよね。あった。21,500円なんで、ほぼほぼ倍っすね。ふふふ。たっけ。ちなみに前回品、ちょっとね、俺も古いやつ持ってるんですけど、ちょっとそれ今見当たらなくなっちゃったんで、ちょっと出しますけど、一応こちらでございます。旧製品がまあ一応134番目の編成かな。まあ、一応どういう表現していいかなんですけど。まあ、とりあえず今回出てくるのは5番目と。プラス6番目と。まあ違うか、言い方的に。まあ26番目と35番目っていうべき。わかんないので申し訳ございません。ただ今回ちょっとこれ問題なのが、俺が持ってるやつは東京メトロの M マークっていうのかな、あれがまだついてる時代だったんでいいんですけど、今回その表記がないんですよね。メトロのマークつけますよっていう表記が。だからつかないのかな、どうなんだろう。そこがなんか微妙な感じするんですよね。別に、つきますとも書いてないし、つきませんとも書いてないですよね。一応、昔の製品だと、現行仕様の東京メトロマークを印刷。だから、今の仕様にするとつかなくなるのか。まあ、ちょっとそこだけがね、気になるところかなと思いますが、まあ、おそらく、今ってついてんの？ それすら知らないんでごめんなさい。すいませんね。めったにね、中目黒行かないんですよね。行っても小杉までなんで。ちょっと今、バックアップから、ちょっとフィービアスの画像見てみようかな。日比谷線でめったにでもないんだよな、保存データが。あ、今ついてねえな。あ、今幕式も LED もついてないみたいですね。じゃあおそらくつかないんでしょう、前面に関しては。ただ V マークは再現されるのかな、一応。どうなんだろう。まあ、まあ、いいや。まだどうせ書かないからいいや。で、一応ね、付属品に関しては行き先ステッカーだけなんで、確かね、前回俺が買った旧製品だと、旧交が小杉機しかなかったんですよね。菊名行きが入ってないで、中目黒と、どこ行きだっけな、忘れたな、本当に。中目黒とどこだっけ？記憶がねえなぁ。中目黒と、まあいいや、どこでもいいや。まあちょっとどこだか覚えてないんで申し訳ございません。ただ値段が高いんでね、今回そんなに買うって人いないんじゃないですかね。ただ俺はね、欲しいっちゃ欲しいんだよね、これ正直。まあ、まだトミックスの古希とか EF65 予約してないんで、まあ、最悪115系我慢してこっちっていう手もあるんですけど、高いんだよね、本当に。しかもマイクロ S って発売がどうなるかすらもう今、もう爆弾なんで、
怖いんですよね、本当に。予約してどうなるかっていうのが。まあ、ただね、5扉車の車体作るんで、まあ、多分時間はかかると思うんですよね。一応、今4月なんで、まあ、5ヶ月でできるか。俺、1年ぐらいかかると思うんだけどな、うっすら。まあ、来年の1月までに出たら上出来じゃないですかね。まあ、一応、そう予想しております。まあ、じゃあ次、阪急行きましょうかね。こちら、阪急2800系の、霊界3扉基本4両セットと。ただ、ちょっと疑問なことが一つだけあるんですよね。値段見るとわかるんですけど、なぜか基本増結ともに同じ値段なんですよね。なんでライトがついて、モーター車がつくのに値段が同じか。まあ、ちょっと気になるところではございます。まあ、一応ね、基本、まあ、梅田から、3両までが、まあ、一応ね、基本セットで、河原町方面の先頭車がね、あれで、まあ、残り4台増結でございます。まあ、阪急2800系3扉、久々の発売ですと。知らねえ、いつぶりだよ。ちなみに増結セットの4台はライト、2台はライトつかないみたいですね。じゃあもう別に8両セットでいいじゃん。めんどくせえな。本音が今出てめんどくせえなって。まあ8両のドアカット表記はステッカーにて再現で。まあロングシート改造後の車内を再現と。そして2894、2844、これか。増結セットのこっちの2両のみね、台車が、金属バネと。で、それ以外は空気バネと。ま、阪急興味ないんで知らん。はっきり言うと知らん。まあ、次ね、もう一個の阪急行きたいと思います。こちら、まあ、やっぱり4両と3両なんで、まあ、お値段がちょっと変わりすぎかなと思うんですけど、まあ、これぐらいなんですかね。では行きましょう。2010年に引退した、2325編成再現と。基本セットには、更新前面の先頭車2325、2325車種収録。造形セットには、原型前面の2325車種及び運転台撤去車が収録されてますと。各社の連結面は、通路幅の、広いの狭いの扉や配管の方も実車に、即して作り分けと。すごいね。金かかりそうだね。で、一応編成としてはこんな感じでございます。で、行き先ステッカーが付属と。うん。あ、そう。としか言えないんで、これで終わりでございます。だから一応ね、この後ね、マイクロ S の一応4月5月出荷予定表がね、ちょっと出てるんで、それ一応確認してね、まあ、ちょっと見ていきたいと思いますが、まあどうなるか分かりませんのでご了承ください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。